マリサだぜ。バッティングトラベルしてる？さて絶賛炎上中のバッティングトラベラー。その理由はもちろんこれ。守備走塁強制遅すぎしよう。しっかり走らんかい。で今回はそれの解決策をやっていくぜ。あと今回も1分以内のショートでは無理でした。余裕で収まりませんでした。しっかり収めんかい。それではこのスローな世界からの脱却、やっていくぜ。まずは今おそらく一番ポピュラーな方法。それがこちら。今は守備走塁速度が高速ですが、これを、中速にするという方法。なぜかそうすると若干速くなる。でも本当に若干。いやホームランじゃわからん。少し速くなった気がする。だがこれで満足するような球じゃないだろ。そうだ、人はいつだって最速を求めてきたんだぜ。それにこれだと問題点が出てくる。投手ボーナスチャンスが来た場合、もちろん守備速度は中速。なぜなら設定が中速だからだ。その度にいちいち変更するのもめんどくさい。そんなあなたにおすすめの方法がこれだぜ。早すぎる。そう、答えは簡単。ボールにぶち当てれば高速のまま世界は進んでいく。ちなみにだが、中速でファールを打てば、中速だし、中速でボールにぶち当てても中速だ。なぜなら設定が中速だからだ。とまあそういうわけでね。最速でやるなら設定は高速で全打席ポールにぶち当てると。これが攻略法だぜ。ランキングを自走車で走っている方々。そんな人たちに少しでも役に立つことを心より願う。では今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。私は迷うことなく中速でやっていきますね。